水源関用法安林を示す標識水源関用法安林は森林法第25条第1項第1号に規定される水源の関用を目的とした森林。森林には構成する立木の樹幹や土壌などを通じて下流の河川流量のピークを調節する機能が知られており、これらの機能を特に水源地周辺において発揮されるよう期待して、 古安林に指定される森林。一つの流域で数百ヘクタールから数千ヘクタールといった大面積で指定されることが特徴。広大な面積として扱うため、基本的に林業を通じて森林の維持管理を図ることを前提としている。このため過度な規制は行われておらず、都道府県知事の許可次第では大面積の伐採も可能とされているなど、 他の保安林種と比べて規制が緩い面もある。民有林の水源管用保安林の指定、解除の権限は農林水産大臣、または都道府県知事。他の保安林、同様、一度指定されてしまうと、指定理由の消滅や公共事業などの用途に、転用される以外は解除はできない。水源管用に限れば、学術的に新葉樹と紅葉樹との間ですら、 有意差は確認されておらず、水源関与に直接効果を発揮する特定の樹種が用いられているわけではない。かつては杉、ヒノキが一般的であったが、これは林業を行うことを前提としていたためである。近年ではコストをかけない森林づくりや対外的なイメージの増進を図るため、紅葉樹が用いられる例も増えている。ありがとうございます。